元地下アイドルで元人気カップル YouTuber、キュッポンチャンネル、だったスイースズが6月2日に結婚を発表。お祝いのコメントが多数寄せられる中、インスタグラムでの発言に疑問を呈する声も少なくないようで。写真、際どい服装で汗だくサウナの様子を公開する女性 YouTuber。ファンから残念の声が上がった破局騒動。ここで、キュッポンチャンネル。 の破局騒動について簡単に触れておきたい。2020年からスイースズは元芸人、TK エンターテイナー、現、TK 社長、以降 TK と表記、と、キュッポンチャンネル、を運営していたが、2023年3月12日に破局を発表。別れた理由に関しては、プライベートと仕事についての価値観の違い、お互いの必要性、結婚への考え方、などを挙げていた。 鈴には TK とは別の男性との間に息子が一人がいるシングルマザーであり、TK はそれを承知の上で結婚を視野に入れて交際していただけに残念がるファンの声が相次いだ。しかし、破局動画が世に出る前の2023年3月10日、タレントのユキコよ、大倉志門、おネ占い師のムラッチが出演しゲストに話を聞く YouTube チャンネル、コイラボ秘密の恋愛研究所に TK が登場しており、 そこでの発言が物議を醸した。メインチャンネルの方は彼女にお譲りしまして彼女は彼女で個人チャンネルとしてやっていくって感じと今後の活動について話す TK。さらに破局の裏話として彼女に月に1回でいいからピクニック一緒に行きたいって言われてたんですけど、それ、契約してたんですけど。それが最初は月に1回行って、それが半年に1回になって、ほんと後半の方は1年に1回。 それすら僕できなかった、彼女に結婚したいってことを言われてたんですけど、ちょっとやっぱ僕は踏み込めなくて。絶対に僕よりもっと幸せにしてくれる人がいるんですよ彼女も、などと説明した。SNS では彼の無責任発言が応援上司、つくづくくずすぎて笑えない息子がいることも知りながら結婚を期待させた罪は重いと批判の声が集まった。これに対し、 深く傷ついた鈴は破局動画が出た12日にインスタライブを配信。私は正直、そろそろ結婚かなとか、TK との子供欲しいなとかいろいろ将来のことを考えていたので納得できない部分が多い。息子も TK に会いたいって泣いたりとかしていた。